最初に、拡張子を見てもらえればわかりますが、これは静止画です。ところが、ネットでは、自負かと思った、飲み込まれそう、など衝撃が走っている一方、全然わからない、静止画にしか見えない、などの声も。この画像、あなたにはどう見えるでしょうか静止画なのに、眺めていると、中央にある楕円形の穴が、膨張しているように見える人は、そして、 トンネルを進んでいくような、あるいは黒い穴に落ちていくような感覚になる人がかなりの確率でいます。ノルウェーのオスロ大学が発表した研究結果から86%の人が作詞を体験することが分かりました。ちなみに、私は黒い楕円形が鼓動しているように見えましたが、妻は残りの14%の人で全く変わらないと見えたそうです。一体どうして論文によりますと、 この、膨張する穴は、動的な作詞であり、脳を巧みに騙し、実際に暗い場所に移動して多くの光を取り込もうとするときのように、動向が大きくなる反射を引き起こす、と解説してます。正直、よくわかりませんが、錯覚なんですね。様々な、色の作詞に関する画像が続きます。閲覧の際はご注意ください。